にちは。女性の皆さん、冷え対策きちんとしてますか？私は体の冷えが原因で目のクマ、肩こり、生理痛に悩んでいました。今日は私がしている3つの対策をご紹介します。1つ目は温かい飲み物。基本的にはなるんですが、お家で温かい飲み物を入れて常に外でも温かいものを飲めるようにしてます。私のおすすめは生姜湯とホットレモンです。次に体の血液の流れを良くしてくれるマカを取り入れてます。出産後体質が変わったのか冷えを強く感じるようになりました。そこで3人目の妊娠中からはこのマカを飲んでしっかり体を温めるように対策してます。最近はマカのサプリメントがたくさんあるので、私は粉末タイプとタブレットタイプを使い分けてます。粉末は料理の中に入れたり飲み物に入れたりしてお家で使うことがメインなんですが、タブレットは持ち歩いていつでも飲めるので、これはカバンの中にいつも入れているようにしてます。3つ目、防寒グッズ。体の外から温めるタイプでカイロ、腹巻き、あとはブランケットを使ってます。ブランケットは薄手のものだとカバンの中にも入れられるので移動中にも使えます。温かい飲み物、マカのサプリメント、また体の外から温める防寒グッズで産後の冷えを乗り切ろう。